マスタートです。農家との編集でお送りしていますニュースインタクですね。いつも仕事前の短い時間をお送りしていますけど、昨日、常年つかさチャンネルのニュースのトラガーでは安倍元総理のふるさとですね、選挙区ですね、長門市で大谷、山荘かな、大谷のホテルか山荘でアップしてましたですね。 ウクライナ情勢についての,その、まあ、基本的なことですね、ロシア軍は今あ、えーまあ動員、動員された予備兵力、年、ま、度、あの,の低い部隊をどんどん投入してますね、えー、だいぶうんベテラン、また精鋭部隊はあだいぶうしょ消,耗消耗してますので。えー 減ってまますので、はい、えーまあそういうことで幕府ともう上と下ですね、えー、下がクリスチューカーからだいぶし内まで途中にしたということで、えー、一部にはあクリスチューカーをまを、あ、撤退したじゃないかまだ残っている部隊もある,あるかという新防衛研究隊員さんでも言ってましたけど、えー、主力軸でもお 名前はリプトネかなリプトネ、ね、ちょっと地雷県でだいだいだいぶ苦戦してましたけど一、えー、日で、えー、その市,市内をおせ奪還してますねまあそ,そういうことで、えー、昨日はジョネツさん,さんまたあその前と東山 T.V. さんですね、えー、まあドネツクまあ広く、えー、ザポリウス その以前の名前が地方があったということでちょっと何地方ですかね全体でまあ20万今は18万で上の方にクピンスクスの方に移動してまあ陽動作戦ですねいろいろ SNS で陽動作戦してますけど、そういうことで、え。ー いいろろサムネではまた小泉先生と高橋杉雄先生が、えー、そのことを言っては真相かなちらっと見えましたけど配置をしてませんけど、まあ、そういうことで、えー、ロシアもいろいろと擁土作戦してますね、えー、クピンクス実際は攻撃してませ,せんけど、えー、ある程度そういうそこに兵力を集めて攻めるようということで、えー、ウクライナーの分散を狙ってますね、えー、ウクライナーはその爆ッと。 またアウデディカもありますねザポリッシュドネツク州またヘルソンとかですねドニプルカワーとかですね共闘方も頑張ってますねまあそういうことで情報戦でいろいろと、えーまあ、ワグネルのプリコジンもロシアにいるんじゃないかということでいろいろと情報戦ですねまあいろいろロシアも、えー 戦車が増えてます、ね、500名700名置いてきて700名とかそういうことで、えー、新防衛研究チャンネルさんは丁寧に天,気天気からいろいろとスポットからいろいろ知ってますけど、えー、その徳幕、ベルシャン宿徳幕、ベルシャン宿いろいろと遠い方も高価値目標も ウクライナ軍叩いてますね。えーこ,のえー、このネットを、えー、ニュースチャンネルは、えー、ウクライナを応援しています、えー、ウクライナの2、えー、平はウクライナの完全な主権の回復をウクライナからロシア軍の撤退を、ね、ウクライナが独立したソ連が崩壊した1991年ですねその以前、えー、の国境ですね、えー またルハンスク州、ザポリージ州、ヘルソン州、クレミア半島ですね、すべて解放すべきですね。そして、ロシアが一日早くプーチンが今日でもこの戦争、軍隊を引き上げると言ったら戦争をやめおしまいです、終わりですね。ということで、ウクライナに影響悪いということで、この暑い中ですけど、ウクライナ軍頑張ってますね。一一歩歩 地雷原を撤去して、えー、攻めて絶叫、えー、して攻めて、えー、西側兵器はだいぶ人命、えー、に厚く守られていますので人命を守るように守られていますので、えー、まあロシアは。 だいぶ人命に、まあ、消耗してますね。そういうことでウクライナに栄光あれですね、頑張ってほしいですね。えー、まだまだ厳しい戦いが続いてますけど、ウクライナに栄光あれということで、マスタート、ま、です。長、え、く、ー、なりましたけど、いろいろと配置をしてますけど、えー、もう休む時はゆっくりできますけど、えー、お仕事で。えー えー、夜の8時の配信となりますけど、えー、まだまだウクライナから目が離せませんけど、ウクライナへ行こうれ、えー、マスアートです。このマスアートの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願い,いします。えー、マスアートでした。